ナッソー襲撃、またはニュープロビデンスの戦いは、四国同盟戦争中の1720年2月、スペイン軍がクレートブリテン王国領ナッソーを強襲した戦闘。フランシスコ・コルネホ率いるスペイン軍1200人は、主にキューバ人で構成された。スペインによる侵攻の脅威は、前年からニュープロビデンス島を脅かしており、島での植民はすでに停止していた。 高大50門と中流軍250人を有する、ナッソートリレが建設された。スペインの進攻計画は、ナッソー沖にデリシアとフランバラがいたため延期された。また、スペインの大型な戦艦では、喫水が深すぎて、ナッソーの浅い港では、航行が難しかった。結局、コルネホは、ナッソー市を素通りし、東のホーグス島に三考渋滞を上陸させ、 ウッズ・ロジャーズ総督の民兵500人に追っ払われる前に略奪を行った。スペイン艦隊はその後少しの間近くに泊まってから去った。コルネホは緊張な損害で奴隷100人を獲得した。一方のロジャーズは中流軍に支払うお金がなく健康も悪くなったため直後にイギリスへ帰還した。ロジャーズは資材を投じてナッソーの守備を強化しており、 それが彼に不安と憂鬱をもたらした。イギリスとスペインは同年のハーグ条約で講和した。ありがとうございます。